トヨタヤリストヨタヤリスクロスヤリスクロスはトヨタ自動車が生産、販売する B セグメントに属する小型クロスオーバー SUV。2020年2月発売のヤリスに続きが B プラットフォーム採用車種の第2弾。開発はデザイン、設計ともにトヨタ自動車のヨーロッパ拠点が手掛けた。後部座席が最小限で ドライバーズカーとしての性格が強いヤリスに比べると、本車両は居住性や過失空間といった SUV らしいユーティリティ性能を重視して開発されており、ボディサイズをヤリスと比較すると、全長、全幅、全高が、それぞれ 240mm、20mm、90mm ずつ、拡大されている。これによってヤリスより広い室内スペースが確保、されている。 パワートレインは1.5リッター時か3エンジンに発信用ギア付き CVT の組み合わせ、またはそのエンジンをベースとした THS の2種類。駆動方式はそれぞれに前輪駆動、前輪駆動の2種類がラインナップされる。なおヤリス同様、前輪駆動のリアサスペンションはトーションビーム式、前輪駆動は駆動を収める都合上 w シュボーン式をそれぞれ採用している。 ガソリン仕様の4輪駆動システムは通常は前輪駆動で発進時や低グリップ路面で後輪に駆動を配分するダイナミックトルクコントロール 4WD にマットサンドノーマルロックダートの3つの走行モードを選択できるマルチテレーンセレクトを組み合わせているハイブリッド仕様の4駆も同様に電気式 4WD の E4 にスノーノーマルトレールの3つのモードを選べる トレールモードを同時採用している。またガソリンハイブリッドいずれも後半時に車速を一定に保つダウンヒルアシストコントロールを備えている。第90回ジュネーブ国際モーターショーにて披露する予定であったが COVID-19 感染拡大防止のため開催中止となったため2020年4月23日オンラインでの世界初公開となった。 日本では2020年8月31日に発売、欧州では2021年半ばの発売が予定されている。なお本来日本には導入しない予定であったが、社長の豊田明雄のなぜ発売しないのという一言がきっかけで日本導入に至ったという経緯がある。また、大市場で豊田はヤリスにヤリスクロスという名のパッケージオプションを ラインナップしているが本車両とは関係のない完全、別設計の別モデルである。ヤリスは、キリシャ神話の美の女神、カリスからの造語である。クロスは、クロスオーバーに由来する。ヤリスの血を引く、クロスオーバーという意味である。ありがとうございます。